はい、オルガンライフです。私の地元富谷市、少し前東京と岐阜県から私の友達が遊びに来ました。まあ、遊びに来る、どこを案内しようか。豊川稲荷前行ったし、あ、富谷市の二川本陣、ここ行ったことないし観光名所だから行こうということで行きましたね。今回動画なしでインスタの旅ですね。まず二川の本陣、こんな作りですね。まあ今見えてるところ、これは修復されてますね。まあ古いまんまじゃないです。ただ中は当時のまんまですね。あ、そうだ、これ友達たちが駅に来るまでの間に適当に撮ってましたね。胡蝶蘭アベニュー、花男子とかって富谷市やってるみたいですね。花を盛り上げよう、そういう運動ですね。あ、この写真、富谷市って市電が走ってるんですよね。路面電車。その路面電車の基地みたいなところが、まあ、2カ所あるんですけど、なぜか2台だけピザ屋の横にあるんですよね。なぜピザ屋の横って思うんだけど。これが不思議でしたね。遊びに来た友達も撮ってましたね。これは珍しいと。これ、二川本陣の資料館の中ですね。中の模型ですね。昔はこんな感じ。人力でこれだけ重たいものを運んでた。これ多分中、米ぎっしりなんですよね。人もカゴで運ぶ、信じられないですね。こちら、ま、これは昔のものというより、多色釣り、浮世絵を自分で作ってみよう。そういうコーナーでした。今回動画撮らなかったですので、体験はしてないですね。ま、これ、昔のおもちゃ、コマとかですね。なかなか難しいんですよね。スゴロク。何かチャンスゲーム的で、スキルゲームじゃない。ま、私の友達は嫌がってましたね。など、当時の姿。こういうものも紹介されてます。まあ、今と持ち物、変わるか。変わるといえば変わる。変わらないといえば変わらない。これが当時の風景。まあ、今の服と比べてどうなのかな。まあ、こういうのを着たことないからわからないですね。傘、頭にかぶる傘は、夏嬉しいのかな。こちらが、本陣の中ですね。まあ、とにかく広いですね。ひどいじゃなくて広いです。こちらは、井戸の鶴瓶。そこから遠くを見たところですね。ちょっとぼかしてみました。まあ、なかなかこういう写真うまく撮れないんですよね。なんかぼけてればいいみたいな感じで撮るとダメなんですよね。でこちらが庄屋の中。本陣の中ですね。当時の食事。多分これ、すごくいいものだろうっていう。そう言ってましたね。でこれが庭。いい感じですね。でこの日、すごく暑かったんですけど、この中、当然冷房も効いてないんですけど、意外に涼しかったですね。風が吹き抜けるんですよ。これ、そろばん、大きいですね。この、昔って、そんな桁数多かったのかな？なんだろうね、このそろばんの桁数多いの。うん。まさか二進数とかじゃないですよね。なんか、これがちょっとギャップ。旅籠屋さんの、この入り口。入り口から、まあ、手前はなんか、すごく古いんですけど、奥に車が走ってる。ここ車がガンガン走ってるんですよね。危ないぐらい走ってる。正直散策してて、ちょっと嫌だなってね。門構え。威圧感ありますね。あ、ちょっと靴が見えちゃってね。こちらが台所。料理を支度するところですね。これが身分の高いところが泊まるところです。なんかついたてとかありますね。ちなみにろうそくとか、宿が用意するというより、まあ、普通の人は持ってくみたいですね。照明も持参らしいです。で、この写真、奥に蔵が見えますね。この蔵が結構立派だったんですよね。これは何だろう。これが一番偉い人が泊まるところかな。床の間です。床の間付き。最後。なんか猫が展示してありましたね。展示というか、ただの飼い猫ですけど、外から見えるような場所に置いたる。置いたるというか、見えるようにしたる。地元の散策、意外にやったことないんですよね。私もこの二川本陣、初めて行きました。地元でも知らないこと多いですよね。友達が遊びに来たい。そういうこともあると思いますので、地元の名所を何箇所か押さえておくこと。それをお勧めしますね。まあ、今回私も人のこと言えないですけど、一週間悩みました。あれ、どこ行こうかなって。それで、あ、ここ行こうって、二川本陣行きました。地元の案内できる場所、数箇所押さえておくと嬉しいですね。ちなみにこの前、美味しいところで食事しました。美味しいレストランというのも押さえておくといいかもしれないですね。まあ、ファーストフードとかナショナルチェーンとか、まあ、せっかく遊びに来てくれたのにそれはってね。それもありますね。写真あるかな？消してないはずですけど。美味しい写真。美味しい写真って変ですね。
あ、 あった、これです。あのアトワタンという、まあ、ビストロ的なところ、そこで食べましたけど、友達たち喜んでくれましたね。あ、安心したってそう思いました。だから地元の名所と美味しい店、その2つを押さえておくと、まあ、万が一の時焦らないのかなと思いますね。ということで、バイバイ。